あ、これはまずいな。これ死にますね。はいどうも皆さん、こんにちは、こんばんは、桜鬼人です。はい、ということでね、今回もモンスターハンターアイスボーンをやっていきましょうということで、よろしくお願いします。はい。で、まぁ、今回行くのはね、氷人博ベリオロスということで、まぁ、美味しいね、クエストのベリオロスの方ですね、やっていきます。で、まぁ、氷人博ベリオロスの、まぁ、通常個体が出たのは、まぁ、今回が初ということでね、まぁ、初登場の時が歴戦個体だったんで、ちょっと動きがどんな感じに変わるのかなとか、攻撃力とかね、見ながらやっていこうかなと思います。はい。前回のラージェンよりはだいぶ楽だと思うよ。で、まあ、装備なんですけど、まあ、初見で言って、装備にまあブラキ武器だったんですけど、初見の時はね、今回普通の覚醒武器の爆破で行きたいと思います。でまあ死中に数ですね、これ氷属性相手の時はね、こいつがもうかなり役に立つ。もう氷属性とかまあベリオとか、あとなイベルカーナ行く時はもう死中に数入れておくだけで全然生存率変わるんで、まあ倒せない方はね入れてみてください。でまああとは普通の感じのスキルですね。でまあ今回ね、不動と回避の装備にしておりまして、回避の方にね集中入れて、まあ不動の方に早食い入れてみたんですけど、まあこれがねどんな感じに働いてくれるかっていうところも面白そうですね。でまあ猫はまあ火吹です。じゃあ行きましょう。老子の高踏みっていうことで、氷人博ベリオロス。今回は3回までですね前回がもうあれ強かったわマジで。で、金の錬金チケットのね、救済クエストということで、どんぐらい取れんのかな ?1 回のクエストに3枚、4枚欲しいけどな。よっしゃ、やっていきましょう。はい。ちょっとね、強気に薬飲んでフルボッコしに行こうかなっていう、あれなんですけど、まあ、どうでしょう。いけるかな。あー綺麗ですね。やっぱり普通のベリオと違って、普通のベリオちょっと黄色いじゃないですか。ちょっと青みがかってて、まあこれはこれでいい感じですね。じゃあ不動きまして、はい、ありつきます。まあゆっくり行こう、ゆっくり。ででかいね。キングサイズ行く？キングサイズまではいかないけど、まあなかなかいいサイズだぞ。よし。頭の判定がちょっとちっちゃいかもしんないな。よし、これでスタンだろう。あ、取れなかった。スタンが取れ。OK。はい。あ、結構、外していく。まさかの。おぉ。まだ怒んないか。ちょっとね、ご利用していきたい。不動来てるからね。ここら辺でしょう。ダメだった。腕も破壊していきたいところですが、ちょっと硬いんだよな、これな。まあ、これ当たっちまうよっと。で、ここは好きだよっと。OK。で、まあ回復していきましょうか。まあ、不動なんでね。よし、オッケー、サークヤさんいいね。俺いけるかな。あ、なんか外すな。で、まあ、あとそろそろで、もう一回スタンが取れると思うんですけど、なんでそっち向いたんだ。なんでそっち向いたんですか。よいしょ。でまあこれは張り付いて傷続行。これちょっとね傷ついてるかどうか分かりにくいね。なんかおいいじゃん、サグヤさん今回は結構仕事してますね。よいしょ。最後は腕に当てていく。危ねえ。危なくねえ。ダメだよ。わお。まあ、これ吹っ飛ばされちゃえば、まあ、2回目は余裕で避けられるんで。
はい、オッケー。お、まずい、危ない。はい、まあ基本の動きはベリオとそこまで変わんないので、まああとブレスのとこですよね。ブレスのとこだけ気をつけてればまあ倒せるんじゃないかなと思います。はい、あの事故死するのはやっぱ氷のあそこ、氷のさあれぐらいで、まあ正直それ以外はそこまで強くないんだよね。よいしょ。で、もう一回く、あ、来ないや。怒ってないね。じゃあ、吹っ飛ばしちゃおうか。と言いつつ、チャンスなので殴りに行く。スタンが取れませんね。あ、これはまずいな。これ死にますね。あ、残った。いいじゃないですか。お、これ、サクヤさん何したんだ今。スタンじゃないな。なんだろう。腕破壊かな、なんか、わからなかった。わかんなかったけど、よくやった。アウチ。お、当たり判定がちょっと悪空間ですね。あ、まずいな。ピヨった。ピヨったよ。で、おい、ちょ、マジっすか。頭に張り付かせてほしい。オッケー。よし。じゃあ、ぶっ飛んで。はい。飛ばしたら、あ、頭いけないわ。頭いけないんで、腕破壊できるかな。ちょっと硬い。硬いな。硬いけど、まあ、いっか。回避。OK。横、縦、アッパーいけるか。あ、いいね。スタンだね。回避の相違を使ってみようか。ちょっと待って、ちょっと大きい攻撃、大きい攻撃してほしいな。避けづらいから。あー、ダメじゃん。ちょっと待って、あー、使いこなせてない。あれ、もうちょい、この、あ、それダメ。それ、そ、あ、それ。それダメだよ。おい、今のね、今のだよ、今の。OK。あ、でも600で出たから、なんか効果出てんな。なんだろう。いいぞ。あ、いいな。結構ダメージ出てるよ。ん？今のは発動しないのか。あ、麻痺だ。いいじゃん、今回。サクヤさんがなんか、ハメをやってくれてるんですけど。一方的だな、結構。よし、倒した。これは結構楽ですね。はい、7分ぐらい。ああ、2つかな？金の錬金チケット。あ、銀も出るんだ。じゃあ、結構いいかもしんない。はい、じゃあね、ベリオロスも無事討伐完了ってことで、美味しいクエストね、2つクリアしました。はい。で、まあ、この後ね、野良でちょっと周回していこうと思うんですけど、まあね、一緒に当たった方、もしね、これ見てる方でいたら、よろしくお願いしますってことで、はい。お願いします。で、ですね、まあ、ベリオロスの、まあ、金銀のチケット出るんですけど、まあ、多分ね、天のチケットと出るの違うと思うんですよね。
なんでまあちょっとランク低めので欲しいのがある方はね、ぜひ金の錬金チケットも頑張って集めてください。はい。でまあ特にねベリオロスの武器結構強いので、まだね今まで歴戦個体しか出てなかったじゃん。ってことで、まあ、今回通常個体で、まあ、体力のね、闘技場なんでちょっと低めなんで、今までね、ちょっと作るのきつかった方も、ぜひね、素材集めがてら、金のチケットもいっぱい集めてね、それで、まあ、装備を大幅強化できるということで、はい、頑張ってみてください。はい。で、まあ、月光ラージャンの方のね、天のチケットなんですけど、まあ、結構ね、貴重な、アイテムで、まあ、いろいろね、出るんで、まあ、そうですね、ベリオロスのクエストで、まあ、ベリオのさ、氷属性武器作るじゃないですか。で、まあ、それをね、担いで月光ラージャンにね、氷属性弱点なんで、まあ、月光ラージャンのクエストに行けば、結構スムーズにね、狩れるんじゃないかなと思います。ってことで、まあ、そんな感じのルートでね、まだやってない方は、ぜひやってみてください。はい、じゃあね、ご視聴ありがとうございました。はい、チャンネル登録、高評価ね、励みになるんでよろしくお願いします。はい、ということでね、次回もお会いしましょう。バイバーイ。